はい、それでは豪雨災害に関する気候変動予測と適用ということで、京都大学の防災研究所の中北がお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。皆さんご存知のように、毎年ですね、台風あるいは梅雨の豪雨による災害が、この辺にありますように、日本のどこかで起こってきていると。で、その中で、例えばもう2017年あるいは17年九州の北部で非常にシビアな狭いところで豪雨がありましたし、その次の年は西日本エリア全体で、3日以上にわたって長雨が続いたとの中でのやっぱり災害があったと、多くの方200人以上亡くなりましたが、それから同じ年には、大阪方面ですね、大阪湾で、60年ぶり第2室戸台風以来の高潮の偏差が起きて、一部関空も含めてですね浸水をしたと。それから2019年は、まず15号台風ですかね、風台風で関東のエリアで電線とかいろんな施設がやられたり、家の屋根が飛んだりとかですねありましたし、秋の19号台風では筑後川、あるいはもう荒川、多摩川、利根川、利根川は大きな被害なかったですけども、あるいは阿武隈川の、河川ではそういうところ、それからいろんなところで土砂災害が起こりました。というふうに喋っていくときりないんですけども、何も起こらないでほしいと思っていた今年度も7月に球磨川で梅雨による豪雨があったと。ということで、この17年以降ではの災害あるいは豪雨に関してですね、研究の中ではですね、温暖化の影響が、何がしかの影響を及ぼしていると、総雨量の何パーセントを及ぼしているとかですね、入ってきた水蒸気量は温暖化の影響を考えないと、そこまで強いのは来ないだろうとかですね、という意味では温暖化の影響が出だしている災害というふうにも、ほぼ科学的に断言してもいいようなことが起こってきています。というので、ここで影響を出しているのではないかと書いてますけれども、出てますということですね。で、今までの常識が通用しない、より頻繁に強力に、あるいはこんなとこでも起きるのというような未経験なことが起こるというようなことがあります。ということで、後悔しないために、こういう地球温暖化への適応を、もう今、災害に対する適応に関しては進めていかないといけないと。で、そのためにはまず、今日の朝からずっとお話しあったと思いますが、高山さんの方からですね、科学的な気候変動の将来予測、雨の降り方、風の吹き方も含めてですね、それをベースにした、これからどう適用するかということを治水計画として考えていく必要があると。で、その中でもちろん治水の基礎体力、ハードウェアに対面するものも当然強化していかないといけないですし、それだけじゃなくって最後に述べます流域一体としてですね、溢れた場合の対応の仕方を最初からそういうのを準備しておいて、流域全体として治水をしていくということ、それから本当のひどい時の危機管理、それから逃げるということでのリスクコミュニケーションをしっかりさせて、自助共助としての防災力の強化ということが非常にますます大事になってくると。これら全部含めて温暖化の適用ということになっていくと、ということになります。で、もう一つ大事なのは、温暖化の変化というのはじわじわのように見えますけれども、ちょっと何年か経って振り返るとですね、この上に伸びたような未経験のことがもう起こり出してきてるよねということになります。で、治水の適用は時間を要しますので、早く計画をして、着実に進めていくということがしないとですね、手遅れになるということになるということをここではお伝えしたいと思います。というので、科学的な将来予測、それから、これからの治水の中ではですね、日本は荒ぶれる自然の中で、日本人は生き抜いてきてますのが、その中でたくさんの今までの知恵がありますが、それらのもですね、より生かした形で適応を進めていくというのは非常に大事になります。で、もうすでにだいぶ時間経ちましたが、
何分から始めましたっけ？ 23、4分ぐらいから始めたってよろしいですかね。その時に今日のお話はこのような内容になってますが、気候予測のデータセットについては、高山さんの方からお話、見方とかあったと思いますので、簡単にしてきますが、我が国では2000年ぐらいからですね、日本の気候予測の、シミュレーションモデルをハイパフォーマンスコンピューターでですね、地球シミュレーターってここ書いてますが、を使って気候予測をするというのがスタートして、この途中の2007年ぐらいからですね、地球全体を含めて、1時間ごとの、雨の量をも出せるような、気候モデルになったということで、1時間ぐらいの量になるとですね、我が国の河川の出水に関する影響評価も、できるようになってきたということで、このあたりから自然災害の影響評価が可能になってきています。で、その後ずっとですね、水資源も含めてですね、さらに、たくさんの予測情報を使って確率的にリスクを評価するというようなところまで、現在将来予測ができるようになってきて、適用に関してですね、どういうメニューが考えるべきか、それを考えた場合にどれぐらいの効果があるかという適用に向けた評価と、適用のそのものの評価ということも今大事になってきています。というので、今ここ掲げましたように、その文科省のプログラムでは気候のコミュニティ、気象のコミュニティ、皆さんと一緒に我々ハザードですね、自然災害のに関わる防災減災のコミュニティが一緒に将来の予測、あるいは適用に関する研究を進めてきております。で、その中、今申し上げたこのグループですね、気候のコミュニティ、それからハザード関連の防災減災のコミュニティと一緒にやってきているものについて簡単にお話をしますが、これが気象研究の方から、我々防災研究者に提供される、例えば、地球全体の、20キロ1時間ごとの、これは雨の出力ですね、1時間雨量の出力で、2080ペケネン。気候予測というのは気象予測じゃないって話、後で少ししますが、将来の、これ例えば台風が生まれて日本に近づきながら、大雨をもたらすと。こういうのが、世紀末30年で現在に比べてどれぐらい増えるか、あるいは台風の中心気圧は統計的にどう変化するか、台風の雨の総量はどうかとか、というようなことを見ていくための出力になっています。なので、ある日付の天気予報、これはもう2087年当たるはずがありませんので、気候状態としての、信号、シグナルというか、情報をこういう1時間ごとの情報から、それを30年ぐらいの情報から読み取っていくというのが気候予測になります。で、天気予報と気候予測の違い、簡単に申し上げますと、右方向に予測の時間があって、縦方向に、大気の、例えば雨の降雨量でもいいですし、気温でもいいんですけれども、例えば天気予報で1週間ぐらい先まではですね、初期の状態が、ちょこっと違っただけだと、ほとんど予測の振る舞いはあんまり変わらないでいくんですけども、これがある意味、足し算の差という意味ですね。ところが、あるところを過ぎるとですね、これ本来掛け算の効果ということで、掛け算はちょっとの差があるのが掛け算になっていくと爆発的な差になっていきます。というので、気候予測の範疇というのは、この掛け算の効果が爆発的に効いた中で予測しますので、そのある時の天気、気温がなんぼ高い、低いとかというのは、ある日の天気予報じゃなくてですね、やはりある程度の気候状態、時間の幅の中でのですね、特性、この揺れ幅はどれぐらいかとか、平均量はどれぐらいかとか、先ほど台風の強度の話もしましたが、毎年毎年台風来る回数は、多かったり少なかったりしますけれども、30年平均で今の状態に比べてどう違うかというような情報は、これが含んでいるというふうに思っていただいたらいいと思います。というので、日々の天気予報でないというのは、これでイメージしていただければと思います。で、今 GCM、RCM、GCM はグローバル全地球、全球気候モデル、RCM は領域、リージョナルな気候モデルということを、についてなんですけれども、台風に関してはですね、先ほど言いました20キロ1時間ぐらいの、細かさで、地球全体表現するとですね、この台風に伴う雨域というのは、
比較的よく再現されますので、台風に伴う洪水とかの、あるいはピークの一番水位が高いときはどこまで行くかとかいうような予測、あるいは再現計算というのはよくできますが、梅雨の豪雨とかはこういう20キロのものでは必ずしもちゃんと表現することができません。ましてや、一つの入道雲からできるゲリラ豪雨なんていうのは20キロで表現できるものではありません。で、そのために、ここで書いてます。例えば20キロ、60キロのモデル、それぞれ、書いてますが、梅雨豪雨になると5キロとか2キロぐらいの細かさじゃないと、その、非常にシビアな状況の将来変化というのはなかなか見にくいということになります。で、今、領域気候モデルって書きましたが、地球全体20キロ GCM の中で、日本域だけを、この中だけさらに細かくですね、物理的に気象の基礎方程式をベースに、やっぱり数値的に解いて、あるいはそれを積分していって将来予測をするというダウンスケーリングと呼ばれる、力学的ダウンスケーリングですね、と呼ばれることが、という出力が用意されている。それが5キロであり、2キロでありと。というので、まあ、梅雨豪雨、それから梅雨豪雨とゲリラ豪雨は、まあ、1キロ、あ、すいません、2キロとかになってくると、さらによく見えてくると。で、私たちは、全体的な様子は、梅雨前線の位置とか、こういうので、GCM で見れますが、さらに細かな豪雨域に関してはですね、こういう領域モデルを使って、将来変化を推測をするということをやっています。で、もう一つ大事なものとしてですね、じゃあ、こういう細かな出力に関してですね、そんなにたくさん計算できることはできないんですけれども、より荒いモデルであるとですね、たくさんの将来の候補を計算することができると。というので、メガアンサンブルというデータセットを、やはり、このプログラムの中で構築がされててですね、例えば今、ここ2000、私たち今2020年にいますけれども、まあ2010年、あるいはもう最近のところまで、過去の、シミュレーションでの過去状態の再現、まあ過去の海面水温を実際に使ってですね、気象の、あ、まあ気候の状態を再現すると。先ほどのモデル出力みたいですね。そこから先、4度上昇の、まあ、二酸化炭素とかの状況、温室効果ガスの状況を与えて、で、そこで4度上昇の世界での、それ先ほどのようなシミュレーション結果を作ると。で、それを、例えば、これ60年ごとに、を、まあ、将来の海の候補がいくつかありますので、6つ、さらに、海の観測のばらつ、海のばらつき、観測のばらつきというのがありますので、というので、いろいろなばらつきの候補を与えて、少し、生まれ変わったらちょっと答えが違ってたね、というような、別々の、予測結果、それ一個一個メンバー、アンサンブルのメンバーと言いますが、将来に関しては90メンバー、かける60年ですので、5400年分の4度上昇の世界。それから、2度上昇に関しても同じようなデータセットがあって、今 1.5 度上昇というのも作られていると。で、過去に関しても、やっぱり過去1950年から現在にかけてですね、例えば、荒い世界全体では100メンバー、あるいは温暖化が起こらなかったとして、という温室効果ガスを抜いた状態での、将来予測ですね。あるいはその海面の状況、昔のままの海面の温度での、シミュレーションすることによって、これ非温暖化実験って書いてますが、温暖化が起こってない場合と比較するということができます。この間NHK スペシャルでもありましたが、千曲川の、氾濫がですね、まあ実際に起こった場合はどれぐらい氾濫して、温暖化が起こってない場合の台風というのを気象研の川さんという方がシミュレーションされて、で、それを洪水のモデルを通して氾濫の計算をすると、氾濫域がかなり小さかったとかですね、そういうような温暖化のがどれぐらい悪さしているかと、現在に、今においてですけれども、というようなシミュレーションもできるし、将来さらにどこまで怖くなるかというシミュレーションができます。で、過去にたくさんメンバーあるというのは気持ち悪い方もいらっしゃいますけれども、この過去、例えば100年だったら100年、ある雨の、毎年毎年起こってますね、温度も起こってますが、ちょっとたまたま何かが変わってたとき、
が変わったとしたら違う答えになったかもしれない。例えばあなたと私が、ある時、今会ったからこういう付き合いしてますけど、別の人と会ってたらまた違う人生になったかもしれないというような感じですね。過去もいろんな可能性があるというようなところも、このシミュレーションの情報は与えてくれて、過去に関しても確率的な評価をすることができるというようなものになっています。で、確率的な評価っていうのは、例えばこういうもので、ある場所のですね、日の1日毎年年々の最大の雨の量っていうのを確率分布あるいは頻度分布で表現すると、温暖化しないときはだいたいこんな、これ60、80ミリって書いてますが、こういう確率分布、頻度分布だったのが、温暖化をすると、こういう確率分布になりますよというのを、先ほどの多量のアンサンブルだとこんな綺麗なヒストグラムに書きますが、1回の20年の情報しかないと、こんなパラパラしたもの、要するにぼやーんとしたものしか見えないと。ということで、たくさんのアンサンブル情報があるとですね、確率的に、ある100ミリを超える確率は、温暖化の場合は例えば 10% しかないのに、温暖化以下、10% なのに温暖化以下起こる前だとないと、可能性はないというような、そういう評価をしていくことができます。ということで、将来をたくさんの情報を使って、現在から将来、先の、例えば60年の時系列、雨の情報、気温の情報、時系列って言ったときに、60年がたくさんあると、さっき90個あると言いましたが、90個の別世界をすることによってですね、確率評価をすることができるというふうなデータセットがあります。というので、気候モデルを利用するためには、モデルの精度は今すごく上がっていますし、モデルの数と、先ほど言いました、GCM、RCM というモデルの分解の、こういうのが目的に応じてですね、ある程度使い分けられるような今時代になってきている。もちろんさらにモデルの分解能が1キロとかですね、細かくなりたいと。それからアンサンブルの数も、もっとたくさんやったら確率評価もっとできる。いろいろ、キリがありませんけれども、それぞれの時代での最大の情報を使って、私たちいかに将来を尽くして適用に結びつけていくかというのが非常に大事になってきます。はい。というので、少しあと、力学的ダウンスケールと統計的ダウンスケールの話をしますと、これ、高山さんが朝お示しになられたグラフの上に、力学的、統計的ダウンスケール、ここも高山さんが書かれているものになりますけれども、皆さんご存知のように、気象のスケールが、大きいところから小さいところへと、時間と空間で、大体こう、ログログでリニアにこう並んでいるという中でですね、20キロの情報からより5キロ、2キロの情報へと小さくなっていくときに、何ですかね、荒い情報、周りの荒い情報から、細かい情報、20キロの情報から1キロで持っていくのに、周りがどういう統計的な情報があると、1キロはどういう統計的な情報になるというように、重回帰分析のような形で細かい情報を出すというのが統計的ダウンスケーリング。で、力学ダウンスケーリングはさっきシミュレーションの結果をお見せしましたように、気象の方程式を使いながら、より細かな、空間分解の、で、それに見合う、より、整地、細かなところも表現できる物理法則を使ってですね、細かいのをやっていくと。で、私たち自然災害を扱うものは、主にですね、この力学的ダウンスケーリング情報をしかも用いていません。後で申し上げますが、なぜかっていうと、統計的ダウンスケーリングしてですね、ある、例えば私が今いるここの宇治の、雨量で、それも500メーター、500メーターのメッシュの雨量を出そうと思えば、荒い情報から何もでも出すことができるんですけど、そしたら、この宇治の上の京都市内での値はどうなんねんと、また別に作るわけですね。その時に京都と宇治の雨の降り方の似具合とかですね、あるいは京都市内で雨が多い時は宇治は少ないとか、そういう情報までですね、きっちり出すことが、最初からそういうダウンス統計的で、回帰式で用意しとかない限りはですね、たとえそれぞれ1キロの情報が、500メーターの情報があってもですね、その空間的な代表、関係、も出せないし、あるいは時間的に、
月の違いとかいうのもなかなか出せないと。ということで、力学的なダウンスケーリングというのは自然に物理法則の中で自然に再現されているということで、こちらの方が、まあ、無限次元のことを統計的ダウンスケーリングで考慮した情報になるというふうに、私たちは理解をしています。というので、できるだけ、計算時間はかかるんだけれども、ここは計算のコストって書いてますが、ペケって書いてますが、力学的ダウンスケーリング、ダイナミカルダウンスケーリングと言いますが、計算コストはかかるんですけれども、物理的には非常に大事。ということで、自然災害という非常にシリアスで、治水という非常に国民、地域の住民を守るための大事な情報であり、かつコストもかかるようなものに関しては、できるだけ物理的信頼性のあるものを使うということを今までやってきております。ただ、ただ気象モデルというもので、できるだけ物理的信頼性があったのでもですね、あくまでモデルの出力でありますので、出てきた答えが観測情報と一緒であるはずが、とは限りません。例えば、これがバイアス補正のイメージですけれども、どっちがどっちかな。上が、例えば、過去の観測値の時系列だったとします。ある場所の宇治の雨の量としましょうかね。1日。で、気候モデルで過去再現された雨の量があった時に差が出ます。こういうのをバイアスと言います。で、下がモデルですので、モデルで、まあ、将来の予測をした時に、じゃあ、本来、今これ観測値と差のあるモデルの答えですので、どういう本体信用できるものとして、バイアスがないものとしての答えはどうなりますかということを考える必要があると。その時に2つの方法があって、現在、過去の観測とモデルの再現値との比較、何倍かとか、あるいは差がどれぐらいかっていうのを見積もって、その何倍とか差を将来上乗せするという形で将来の予測値を得る。これが、出力値の統計的特徴を補正するというパターン1のやり方。それから、もう一つは、気候モデルで現在に比べて将来は、例えば 1.1 倍になりますと。あるいは 1.2 倍になりますということが見積もれたときに、じゃあ現在の観測情報を、まあ、1.1 倍、1.2 倍して、まあ、補正すると。というようなやり方。それが、まあ、丸2であってますかね。というような、この変化の情報。をうまく使うか、あるいは過去の差の情報をうまく使うかというので、こうバイアスの補正という仕方が、まあ、いくつかあるというのを覚えておいてください。例えば、雨のことばっかりじゃなくって、水資源のことを考えますと、蒸発散、まあ、地面からどれだけ、水が大気に気を通しても含めて逃げていくかというときに、将来の予測、あるいは再現計算でも、ここ左でいくと、例えば蒸発量が多くて、こっちは、マイナスの蒸発、要するに、まあ、凝結するという、こういう答えが得たときに、プラマイとの差の、プラマイの分布が出てますけれども、それをちゃんとバイアス補正するとですね、まあ、赤の方が、領域としては、大きな領域を占めるというようなバイアス。このプラマイの差っていうのは非常に効くこともありますので、そういう意味でもバイアス補正っていうのは非常に大事になってきます。はい。というので、ちょっと、予測の情報どういうのがあるのかというのをですね、気象協会さんの方で整理していただいた情報。空間分解のどれぐらいのものがあるか、あるいはどれぐらいの、まあ、アンサンブル数としてあるかというようなことも非常に大事で、先ほどたくさんあるというのはこの D4PDF、メガアンサンブルと言われた D2PDF。4は4度上昇、2は2度上昇の世界、それから 1.5 度上昇の世界と。いうので、まあ、メッシュは荒くてもですね、5400年の将来と3000年の過去の情報があるという非常にたくさんのものができています。で、プラス、あと、まあ、すでに、さまざまな機関で、ベースで、国関係も含めてですね、バイアス補正された情報というのもありますと。で、それぞれどういうプログラムで、使われてきているかと。ここらは文科省のプログラムですし、ここは気象庁独自でされているプログラム。あるいは環境省と一緒に吸っているもの。様々なものがありますが、私たちはこういうのを使っています。で、さらに、力学的ダウンスケーリングとして、5キロ、2キロというふうに細かい情報というのがあると。それから、あと将来の、何度上昇の世界になるかというので、シナリオがいくつかある情報が予定されるということで、まあ、モデルの違いによって答えが違う。それから、まあ、将来の、
温室効果ガスのシナリオによって答えが違うと。という、まあ、いろんなものを組み合わせながら、自分たちの目的に沿った情報をピックアップしていくというようなことが大事。で、モデルによって答えの差があるということは、ある答えだけを信じていては危険度がありますというような使い方をしていくということになります。というところが、で、これがまあ力学ダウンスケーリングがどんなデータセットがあるかというのを書いてあるところになります。はい。というので、ここは後で、感覚、ここのニーズって書いてあるのは国立環境研究所、今回ご主催にされているところになります。あと、防災科学研究所と、まあ、これも筑波ですけども、あると。というような、農研機構さんですね。皆さん、これ筑波ですけども、こういう統計的ダウンスケーリングの情報を利用されている。ちょっと、統計的ダウンスケーリング、自然災害ではあんまり使えませんとは言いましたが、まあ、生態系等ですね、すでにありましたように、非常に細かな情報を得られるときは、大事なときは、この統計的ダウンスケーリングというのは、よく使われている情報であります。それから、それではどのような災害予測に使うか、どのようなことが予測されているかというのを簡単にお話しします。で、豪雨、先ほど、災害に関連する豪雨として、台風、梅雨、ゲリラ豪雨という話をさせていただきましたが、まあ、台風は非常に広いエリア。場合に関してはある地方、まあ、上は台風は大河川で、場合に関しては大河川のうちの小さなやつから中小河川、それからどっちも土砂災害に影響を及ぼしますと。でゲリラ豪雨は本当にもう都市のにある小さな河川の鉄砲水であったり、下水管の鉄砲水、あるいは、アンダーパスの浸水とか、まあ、そういうようなものに関係するところになりますが、台風に関しては日本への到来回数は減ると。まあ、台風、サイクロン、ハリケーン自身が発生回数が、まあ、大気の安定化によっては減るけれども、やはり水蒸気量が海の温度が高くなることによって、一旦できると非常に怖いものになるというのがイメージです。それから、梅雨の豪雨は7月上旬の、まあ、総雨量ですね、とか、それから起こる回数、それから同じ時間継続してもですね、総雨量がさらに強くなると。というようなことが予測として出てます。実際7月上旬の豪雨ですね、西日本豪雨もそうですし、前の九州、北九州、九州北部豪雨もそうですし、昨年の球磨川豪雨も7月上旬になります。それからあと日本海側、それから東北、北海道にもですね、世紀末になるとですね、梅雨の豪雨が起こっていくというようなことが見えています。で、そういう豪雨情報を使って、災害の将来影響予測をすると。いうことに関してのイメージ図があります。で、これは実際私たちがその文科省のプログラムを通してですね、土砂ジオハザード、それからあとは土砂の生産、それから山で降った雨がどれぐらい川になって出てくるか、それから実際どれぐらい氾濫するかというような将来予測を、気象に関する、まあ、特に雨、あるいは気温、水蒸気、あるいはものによっては高潮とかによっては気圧とか風速とか大事になりますが、高潮、高波のモデルを通してその影響を予測すると。あるいは強風そのものは建物に対する被害に関する予測をもたらすと。で、河川と高潮の影響で氾濫に関する予測をするというようなことができるように今なっています。まあ、ハザードモデルと気象モデルのタイアップということになります。で、実際どういう影響が出ているかというので、まあ、大河川の、まあ、年最大流量ですね、治水の対象になるような流量が増加すると。それからこれは渇水に対象になるような、要するに少ない流量というのがよりシビアになると。簡単に言うと、怖い台風が来るのですごい流量になるし、台風の来る回数が減るので水資源がやばくなると。というような理解、簡単に言えばです。していただいたらいいと思いますし、それによって今の操作、ダム操作の仕方ではうまく洪水を処理したり、水を供給したりできなくなるというようなこと。それから、土砂災害に関しても表面崩壊とか深層崩壊というのが増えるというような、それから高潮高波も悪化すると。それから積雪も、細かく言うといろいろありますけれども、基本的には、筋雲による雪が減るだろうし、降っ積もったとしても暖かくって早く出てくるとかですね。まあ、そういう水資源の影響があるということになります。で、例えば、梅雨豪雨に関して事例についてお話をしますと、これ、1900、
2017年の九州北部豪雨で、まあ、朝倉のエリアでもうあちこちで土砂崩壊、土石流が起こって、その土砂の洪水が、まあ、水の洪水と同時に土砂の洪水が起こって、70名ぐらいの方がお亡くなりになられた災害。これは梅雨豪雨の非常に小さなエリアだけ強雨をもたらすというものになります。今これだいぶ上からですけども、さらに見ていただくと、人々がの、生活が営まれたところがもう全部土砂で埋まってしまうという非常に、悲惨な状態を生みます。で、こういう梅雨豪雨がですね、将来どう増えるかっていうのが先ほど申し上げました気象研究所で、まあ、計算されているような、こういう30分ごとの、まあ、5キロの雨の情報、これをまあ6月、7月の情報を使ってですね、将来どう変化するかと。で、それもまあ将来の海面水温予測のいくつかの候補を使うことによって何種類かの、情報を得た上での将来予測情報を使うと。ただこれ5キロですので、先ほどの5400年とかいうような計算はなくって、まあ例えば20年とか25年の将来4種類と、過去が2種類とか、そういうような情報になります。で、それで見た場合に、梅雨豪雨、停滞するような梅雨豪雨が起こるのを、まあ現在も2種類の情報があったとして、まあ起こる場所に、世紀末20年間4度上昇の、およそ4度上昇の世界で見た時の将来と現在ですけども、現在大体青のものになっていると、2候補書いてますが、それが将来、こう4候補書いてますけれども、まあ北海道エリアにまでですね、どんどん東北であり北海道、それから日本海側に、対馬海峡をより越えたりとか、こういう、今、名古屋で雪をもたらす風の通り道ありますが、そこらを通って日本海に水蒸気がこう通っていたりとか、より東へ水蒸気が行くことによってですね、東日本、北日本で豪雨が起こりやすくなると。それから、まあ、治水上を使いやすく考えたときにはですね、こういうふうに横軸に、まあ、強雨、50ミリ以上の強雨のがどれぐらい続いて、続いたときに何ミリの総雨量をもたらすかというのを、青が先ほどのこの上に対応する現在、赤が将来というので見ますとですね、将来の方が同じ時間で見てもですね、より強くなると。それから、まあ、実際九州北部豪雨、これは気象レーダーで見た場合に、このグラフね、どこにプロットされるかと。球磨川豪雨、それから九州北部豪雨というふうにですね、より温暖化の方が真ん中に位置するような豪雨が出だしていると。縦方向のある8時間だと8時間、九州北部豪雨の場合は、まあ、7時間強なんですけれども、50ミリ以上。それが、その時の総雨量は、現在のモデル予測だと、再現だとこういう確率分布になるんですけども、将来この赤のような確率分布になるというのがモデル出力で見られると。で、それに実際起こったものを照らし合わせてみると、まあ、より温暖化の方が普通なような豪雨が得られているというふうに見ることができます。まあ、これも一つの温暖化の影響が入っている、まあ、推測をもたらす、矛盾していないという答えになります。それから、こういうような情報を使ってですね、将来土砂災害の危険度がですね、まあ各テクトニックゾーン、あるいは地方ごとにですね、1月、2月、3月、4月、5月、12月にかけて、で、将来予測何種類か、今言いましたように4つあったりとかありますが、将来予測の情報によっては1.8倍になったり、2.5倍のリスクになったりというような、こういう災害、土砂災害、災害じゃないですね、斜面崩壊のリスクというような、こういうようなものを計算することができます。で、これらを利用していくと。で、これがだんだん、本来は、今は例えば4世紀末の情報しかないので、まあ何倍というのを出してますけれども、これがだいたい100、現在から将来にかけてのですね、将来予測連続的にあると、これがじわじわどう怖いエリアがこう北に動いていくかというようなことが、より詳細に見ていくことができると。まあそこらが今最先端の研究として実施しております。それから台風に関してもですね、将来スーパー台風というのが来て、例えば、東北地方でもかなりの総雨量をもたらすというようなことがもうだいぶ前から、あり得るよというような計算はされているんですけれども、それが例えば近畿では、平成25年18号台風ですけれども、大阪に流れる淀川の上流の桂川、宇治川、私今ここにいるんですけど、木津川という3つの川がある中でですね、この3線の上流で大雨が降って、ここで水が踏ん詰まって、まあ、実際に
京都府でですね、この桂川の水が溢れたという事例があります。で、その時に上流の宇治川のダム、それから桂川上流のダム、それから琵琶湖から宇治川に出てくる堰、すべて満杯状態にしてギリギリの洪水最小限で抑えた事例がありました。で、そういうなのがですね、先ほどのたくさんのアンサンブル情報で見たときにどう増えるかというようなのをですね、ちょっとスライドをもともと間違ってます。ここ非超過確率というのが縦軸になってます。ここを超えない確率は何もかと。例えば淀川の治水で1日の雨量で見たときに、すいません。これは横軸がもう流量になってますので、枚方という場所の流量が、ここで、1万トン、毎秒1万トン流れるという量あったときに、まあ、ここでは正確に言うと1万2000トンという量が、超えない確率が 99.5 ですので、200年に一度ぐらい、しか超えないという流量が、まあ、1万2000トンというのが現在気候として定められていると。で、これがモデルによる再現のが青で、それが将来右の方に動いていくと。同じ200年確率であっても、将来の流量がさらに強くなるよというような、こういう計算をできます。で、しかもこればらついてますので、確率分布として計算できるということになります。それに対して、例えば庄内川とか、荒川でもですね、同じようなことができてですね、現在の200年確率が4度上昇、あ、すいません。現在の、そうですね、200年確率の流量は、将来ではですね、例えば900年確率になるとかですね、まあそういうような、試算をすることができます。それは、高潮、高波に関しても同じことができます。これも同じように横軸が高潮の偏差ですけども、あ、すいません。これちょっと縦と横は低く、ちょっと寝てますけれども、こっちが高潮の偏差で、こちらが確率、何年確率というものに対応しています。というので、こういうふうに見えます。で、60年が、90本ありますので、将来赤ですけれども、赤60本。それから現在が、50本かな。これ、ちょっと数値細かくなりましたが、こういう現在のばらつきと確率分布と将来の確率分布というのをこういうふうに描くことができます。で、あとですね、今、大阪の三大水門、去年の、おととしかな、台風ギリギリで高潮を防いだ水門、できてから60年目で初めて効果を発揮した、して大阪を守った水門ですが、今、老朽化のために新しく設計をし直しております。で、これもまた80年生きるということですので、世紀末まで持たないといけないということは、当然温暖化の影響を考慮しないといけないと。というようなことで、今、温暖化の影響を考慮した設計というのは考えられていますが、それでもですね、将来、4度上昇になる、非常にすごい温室効果が増える場合、それから2度上昇に対応する場合というので、まあ、将来の高潮の今に比べての偏差、まあ、モデルによっても答えいろいろありますので、こういう幅を見ながらですね、温暖化の強度によってどう変わっていくかのことを見ていくことができます。というのをここで、まあ、これも高潮についての例ですね。それから、時間がもう40分近くなりますが、あと最大クラスという、今でいう最、今までは100年確率というのはですね、災害よく、最近よく使うのはレベル1という言葉でよく使われますが、最大クラスというのは、3.11、もう10年目になりますけれども、ああいう1000年に一度程度のすごい災害、それを L2 と呼びますが、まあ、それに対しても温暖化でどう変化するかというようなことを考える必要があると。現在の L1 と呼ばれる、さっき言った200年確率が将来、流量としてどこまで、あるいは高さを、潮偏差でどこまで上がるかという幅を持って答えを今導いた話をしましたが、さらにこれがどこまで行くかという本当の危機管理的に大事なところはどこまでかというようなことも計算を今、将来予測をすることができます。例えばそういうのはどうするかというと、例えばこれ伊勢湾台風、1959年、私が生まれるちょっと2ヶ月ほど前に、名古屋を高潮を襲って5500人以上の方がお亡くなりになられた災害、これ以降1000人以上の、犠牲者がないのが日本の状況になってますけれども、その伊勢湾台風実際のコースがあった時に、気象モデル的に台風のコースがちょっとずれた場合に高潮がよりどうな悪くなるかとかいうような計算をできます。で、それがさらに海面水温が上がって、気温の高さ方向の分布も
4度上昇の状況に上がったときに、その台風はどれだけ強くなるかというような計算もできます。でそういうのを疑似温暖化実験と言います。でそういう、コースのコースをシフトさせるのが最大化、最悪シナリオ化。で、疑似温暖化実験というのが温暖化の予測。ということで、これを2つ掛け合わせたことによってですね、温暖化後の最悪というのが見ることができます。例えばこれが、過去再現で見た時の、名古屋、伊勢湾があって、高潮による氾濫域ですが、それが4度上昇の疑似温暖化をした場合に、さらに赤く、水位が高くなって氾濫域も広がっていると。で、さらにもっと悪いコースが来た。これが L2 という危機管理に対応するものですけども、さらに氾濫域が増えると。というような、将来予測ということも可能に今なっています。で、これを、マニュアルとして、全国的に、最大クラスの高潮として、まあ、もうこういうのが使える種台風の伊勢湾台風があってですね、こう4段階、議場の中ができるようなところでは、これを使って最大クラスの計算をしてもいいですよっていうようなふうに、今年、高潮最大想定のマニュアルが変わりました。まあ、そういうのも参考にしてくださいというふうな書きように変わりました。じゃあ最後ですが、気候変動適応についてお話します。で、まあ、気候変動適応は、今回の家になっている皆さんも含めてですね、国の省庁も含めて、実務機関との、それと情報共有、考え方の共有って非常に大事になります。で実際に、治水関連のする国交省さんとかとですね、我々の研究プログラムとで、まあ、共同に、環境省さんも含めてですね、こういうシンポジウムを開催したりしています。で、その中で適用っていうのが何かっていう話、これはもう全てに関して適用同じですけれども、自然の外力がギザギザしながら上がっていく中、これを下げるのが緩和になりますけれども、最大の適用はやはり緩和になると思います。だけど、今緩和がかなり成功しても、やっぱり影響は上がっていくと。で、その中で今まで戦後、台風が何度も襲った我が国、戦災で、まあ、悲惨な状態になった我が国からですね、治水の努力でですね、どん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 先言いました、伊勢湾台風以降1000人以上の死者がまあありません。自然災害ではですね、すいません、水災害ではですね。で、というね、どんどん上がってきながらですね、温暖化によるゴールがどんどん逃げる中で、まあ、適応の対応能力を上げないといけないと。ここの部分が適応になります。で、治水の目標先ほど200年に一度とかいう話しましたが、それがさらにさらに今逃げていく状態になっていくと。それから最大クラス対、今に比べてどんどん上がっていくと。それから、必ずしも、治水はゴールが達成されていないところがたくさんありますので、さらに、予防的な治水をやらないといけないんですけれども、そういう未整備のところも温暖化の影響でますます外力が強くなったり頻度が高くなるというようなことが起きます。と同時に、というのでその対応というのが未整備のところをどうするかと。それから、あと危機管理としての最大クラス、先ほど言いました最大クラスの最悪の場合のことも考える。というので、最大クラス危機管理ということを今後さらにやっていくと。というので、まあ、今、国交省で出ているのが、この目標を上げていきましょうと。2度上昇にするために、まあ、およそ計画的な雨の量を 1.1 倍、あるいは河川の流量、流れている量を 1.2 倍にしましょうというようなことが提言されているのと、それから今も含めて溢れる場合がよりありますので、流域治水という形で、先ほど言いました、流域全体でですね、堤防から水を溢れさせないという治水から、もともと溢れても、人がいないところで水を貯めるとかも含めて、危ないところを住まないとかも含めた流域治水というもので、まあ、対応していこうというふうに今なっています。なってきました。来ました。で、その中で大事なのがですね、まあ、後悔しないって書いてますが、後悔しないのはもう今始めないと、適用に時間かかりますので、今始めてくださいと。それからもう一個大事なのが手戻りのない適用ということでですね、順応的に対応できるものはですね、温暖化の出具合によってまた5年、10年ぐらいの中でですね、こう見直しながらやっていくことができるし、適用的にできない、例えば水門の基礎とかに関してはですね、もう2度上昇だけじゃなくて4度上昇もある程度見越した形でですね、最初川の底に作っておくべきであるとかです。まあ、そういうような、順応的な手戻りのない、順応的と最初から見込んでおくという手戻りのない適用ということが非常に大事になってきます。それから最後のメッセージとして大事なのがですね、今
国の緩和の目標2度ということになっています。閣議決定もされて。で、そういう意味で適用の目標も、首尾一貫して2度ということになって、産業革命以来2度上昇になっていますが、4度上昇の世界は世紀末なんですけれども、2度上昇の世界は緩和が進んだとしても、あと30年前後で起きます。ということで、今、治水の目標とされている 1.1 倍、流量、雨 1.1 倍、流量 1.2 倍は、もうこれ2、30年先に到達するような概力になるということになります。というので、ちょっと時間使いすぎましたので、あれですけど、ここだけ読ませていただきますかね。あとですね、まあ、今言いました、後悔しない適用が大事ですし、それから温暖化の影響は東へ北へとじわじわ動いていきますので、もし未整備なところも含めてですね、これからより東、北のところで怖さが目立つようになると。でもちろん、今まで強い西の方もですね、より、強度、総雨量が増しますので、筋もある、増すんですけれども、今まであまり、怖い状況が少なかったところが、もうより目立った形になると。ということで、まあ、科学的将来予測をベースに適用していかないといけないということ。で、まとめに入りますが、気候モデルによる時間ごとの出力値によって、まあ、日本ですね、まあ、ハザード水資源の将来予測が今可能となっています。で、すべて、極端現象はシリアスになると、渇水も含めて予測されています。で、どれぐらいという確率情報を今出せるようになってますけれども、まだ不確定性はもちろんありますけれども、不確定だからといって、あるいは温暖化まさかもう今信じない人いないと思いますけれども、適用を遅らせていると、もうこれ、コロナと一緒ですね。将来科学予測を信じて動き出すのか、動き出さないかということによって、後でどうしようもないことになると。緩和の、あれではよく言われてますけど、気候自体がですね、変化自体がある程度爆発してしまうようなことも危惧されながらやってますが、適用に関しても同じことになります。それから、あと実践を通しての気候変動適用も、ボトムアップとして一つ一つ進めていくと、という、それ、計画的に全国一律にというものもあるかもしれませんけども、各流域、あるいは農村で、農業であれば各、土地改良区でですね、それぞれの温暖化適用をスタートすると。それから、温暖化の前にでもね、ですね、すでに治水に対して頑張っていること自体、そのものも温暖化適用になりますと。それから温暖化ぐらいに外力が強くなったり頻度が高くなって初めて気がつく脆弱性、危なさっていうのがわかりますので、ここも調査あるいは想像力を働かせて対応を今から考えていくと。で、最後は先ほど言いましたステップバイステップの適用と、手戻りの手配適用というのが大事になりますし、最悪の事態も収束した危機管理ということが大事になります。で、究極的には危ないところにやはりできるだけなくても済まない。土砂の危険域で、あるいは氾濫域。という意味では、今、コンパクトシティ等の地で進められていますが、人口が減るのである場所に集まって、より経済的に活動を効率よくしようと。集まるところが、土砂災害、水災害の危険域であってはならないわけですね。だからそういう、街づくり、地域づくりとのタイアップも非常に大事になります。で、もうちょっとここ飛ばしますが、最後、これだけまた見といていただいて、まあ、誰をハッピーにするのかというので、私たち、まあ、行政の皆さん、住民の皆さんをハッピーにするという、で、それも今の世代の人だけじゃなくて、孫の世代、もう次、子供よりも孫の世代、さらに次の世代をハッピーにするという使命感を持ってですね、皆さんと一緒に仕事をしていくことができればと思っています。以上で、お話を終わらせていただきます。ありがとうございました。